松原浩二に批判さと TBS サンデーモーニングが大炎上三日に放送された TBS のサンデーモーニングにおいてまだしても変更報道が行われてしまいました福島原発の処理水放出について松原浩二さんが普通の原発が流すものはトリチウムだけが入っている今の処理水はですね燃料デブリに直接当たっているのでトリチウムだけじゃなくてセシウムとかストロンチウムとか いろんな放射性物質が入っているわけですですから他の放射性物質についても安全なら安全だと積極的に説明してデータを介することが信頼につながるんだろうと思いますなどと発言されてしまい批判が殺到し大炎上してしまっておりますこちらまず事実といたしましては放射性物質についてはトリチウム以外の放射性物質も検査がなされこのようにすでに公表されております 何でしたら、放射性物質以外の有害物質に関しても検査がなされ公表されておりますが、また東京電力だけではなくて、第三者機関による検査結果もこのように公表されております。まあ、このような検査結果がすでに公表されているという事実があり、またそのような結果を確認した上で、まあ、日本政府だけではなくて複数の国際機関などが確認した上で、 処理水は安全で、環境への影響は無視できると説明がなされておりますが、松原さん、まともに事実関係すら把握できないのであれば、もう報道には関わらないようにお願いいたします。以上になりりまますごご聴いいたただきありがとうございました